獣肉っていうかさ、あの動物いないんだけど。その動物はどうやって手に入れるの？あ、いるじゃねえか。はい、来た来た。戻ってきた来た。ここからさ、超びっくりしたんですけど、何急に。はい。頭を潰しまーす。めっちゃでかいの、ボコ槍。太い木の枝から乱暴に削り出された武骨な槍。肉や魚を刺して火で炙るのにも使うようだ。へぇー。それはいいんだけど。ん？これは何？こっち違うやつまた。旅人の槍。旅人が狼などの野生動物から身を守るために持ち歩く護身用の槍。握りやすく使い心地が良い。ま、でも弱いからね。ここからさ、比較的安全に早く降りることはできますか？できますか？できないんすか？あそこにたどり着きたいんよね、私。だから早くシューって行けるようなものを用意してくれないかな。谷底に落ちそうだよ、こんなとこからじゃ。確実にここからじゃ無理ってことよね。確実にここからじゃ無理やろ。ってことはやっぱり、破壊の力。ジャバシフの祠。こっちの方がいいんかな。こっちに戻ってきたんやけど、ここあれか。ここあれか。ガーディアンかなんかが動き出すところやろ。待って、どこから脱出したらいいんだ、これ。下手なとこ行ったらさ、またあいつ動き出すんやろ？あれあれあれ。比較的安全に動きたいんだけど、私。よいしょ。こっちの方行ったら安全かなぁ。あいつ動き出しそうやね。よいしょ。動き出しそう、今にも。この外側通り寄ったら大丈夫かな。あの塔まだ行ってない。あれ動くもしや。待って、すんごいイントネーションおかしくなった。あれ動きそうやね、なんか。こっちは見ないでください。あ、大丈夫そう、大丈夫そう。ここ落ちる？いや、落ちんか。ふぅ、脱出脱出。いや、脱出脱出はいいんやけど。レシピが知りたいね、レシピが。レシピが知りたいね、と。もしかしていろんな小屋にレシピの秘密があるとか。いろんな小屋ってどこにあるんか知らんけど。そう、あっちの方向に行きたいの。どっちの方向？もう自分が一体どこに向かってるんだか。ねえ、この辺なんか超敵出てきそうやん。なんかよくわからん建物やし。いや、大丈夫か。なんか、あっこでね、ボコブリンがなんか、料理をしようんよね。なんか結構いろんなところに群れになっておるよね、ボコブリン。ボコブリンって言いたいだけじゃないよ。ああ、あんなところにもボコブリン。うわ、2匹。2匹。撮影した。こっちじゃなくってこっち？こっちかい？いや、違うな。も、こっちの方向？方向変わってなくね？ちょっと待ってね。あの山小屋は一体どこ？
あの山小屋は一体どこ？わからないんですけど。迷子だな、これは。山小屋ごとにもワープを作ってよ。祠ごとだとね、祠が崖上にある場合はちょっと。崖の、あれか。あっちだ、あっちの方向だ。崖の上にワープされたらさ、そこから何も動けんのよね。あの辺の森の中や。なんだ、近いじゃないか。なんかさっきからさ、カタ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 なんか音鳴りようやけどさ、自分の持っとる武器の音かな。敵が来よんじゃないかとちょっと。さあ、この辺や、この辺。この辺にある山小屋、あっちか。あの辺の山小屋に確か、ね、レシピが、レシピっていうか、おじいさんの日記が、そのレシピとやらを、おじいさんに教えてあげんといかんのやけど、そのレシピをね、どうやって見つけるのかが、わからぬ。あれ、山小屋どこ？え、山小屋消えた？あれ、山小屋消えた？なんかさっきからボコブリンの集落、あ、ここか。こっちだ、こっちだ。この辺で遊び寄ったよね、この間。樽かぶったりいろいろして。これやんね。オッケーオッケー。おじいさんは？その辺おる？あー、ここで木切り寄るわ。はいはい。んで？すげえテーブルの上乗ってるけど。そうなんよ。料理、ピリ辛三回焼き。三回焼きって何？体力回復はもちろん寒い雪山でもポカポカ。肝心のレシピを書き留めるのを忘れるなよ。獣肉とポカポカ草の実。獣肉ってどうやって？獣肉。獣肉っていうかさ、あの動物いないんだけど。ねえ、動物いないよね。その動物はどうやって手に入れるの？あ、いるじゃねえか。え？消えた？え？え？あのイノシシが忽然と姿を消したんですが、一体どこへ？え？怖い。何？どういう姿の消し方？もう一回。ちょっと獣肉を私に。もしかしてあれかな？ボコブリンが。ボコブリンが焼き寄るあの肉を奪い取ったら。ん？あっこでは焼き寄らんのか。こっちか。イノシシ初めて見たんだけど。ふふ。目の前でスッと消えてったよ。何事？あっちのボコブリンの集落で料理しよらんかな。もし料理しようんやったらそれを横取りすれば獣肉なんじゃないのそれ。違う？ちょっと待ってねー。あれは、お、きっと獣肉。よーし、やっつけに行くか。さあ、来いよ。これ崩せるかな？ち、崩せねえ。来るか来るか？来いよ。ティアティアティア。よし、オッケー。これ獣肉でしょ。焼き獣肉。獣肉を直火で焼いたもの。焼くことで香ばしくなり、ハートの回復量も増えた。く、なんか撃ってきやがる。木の矢、最も普通に使われている矢、丈夫な木を削って作られている。もらってくよ、武器とか。お前も降りてこいよ。えへ、隠れるやつ。隠れるのはいいんだけど。もう何もないのか。ん？これは何？木の矢か。他には。
こんなところで暇つぶしてる場合じゃねえよ。肝心、獣肉って焼いててもいいの？焼いてない獣肉はないんかな？ね、君もう仲間いなくなっちゃったよ。食料も私が横取りしたし。その辺の鳩とか粉砕できんかな。あ、遠くから矢で狙ったら大丈夫なんかもしれんね。肝心の弓がないんやけど。あいつやっつけたら弓あるんじゃない？よし、ここはちょっと。登っていくか。いや、もう仲間いないからな。もう仲間いないからな。はっ。なに？え、なにそれ？なんか開いた。え、もしかしてボコブリンの、ボコブリンの、なんていうのこの集落？ボコ弓。ボコブリンが使う簡素な弓。適当な木の枝に弦を働きなので攻撃、射撃の威力はあまり期待できない。いや、それでもいいの、いいの。引き絞って放つ。同じやつか。向こう側？どこ？あっちだな。あれだ、あれ。ちょっといろいろ拾っとこ。ボコンボ、ボコンボやっけ。その辺のは別にいいや。へえ、ボコブリンの集落を制覇したらこんなものがもらえるんやね。投擲槍。投げて突き刺すことに特化した特殊な槍。穂先と柄のバランスを取ることで通常の槍より遠くまで投げられるように設計されている。え、これ、ポーチに入らない。とりあえずなんか記念やけんさ。何かしら、ボコブリンの骨でも置いていこう。これどうやって捨てるんやっけ？これで捨てるんやっけ？あ、違う。ちょ、待って。あ、弓じゃなくって。ボコブリンの骨。これを。ん？はぁ、あ。よし、投げ捨てた。これで投擲槍が。ゲーっと。ゲーっとはいいんやけど、とりあえず鉄のハンマーに切り替えとこ。なるほどね。ボコブリンの集落を壊滅させたらあんな感じで、なんかお宝がもらえるっぽい。その辺に、あ、あそこに鳥おる。これで多分狙えるんじゃないかなと。違う。弓は？弓はどうやって装備するんやろ。止める？止められる？もしや。いや、止められんわな。よいしょ。違う。こっちだ。こっちで弓矢。よし、装備。はっ。てい。ほら。ほらほら、鳥粉砕した。鶏肉。鶏から取れた新鮮な肉。獣肉に比べると脂が少なくヘルシー。焼いて食べた方が美味しく食べられる。鶏肉ゲットした。やっぱりちゃんとこういうのができるんだな。ね、普通にその辺おるだけじゃないってことよ。ってことで獣肉が欲しいんですけど。ということで獣肉が欲しいんですけど、イノシシをもう一回出てきてくれないかい？なんかイノシシが出てくるのに条件があったりとかするんかな？なんか鳥が復讐しに来たりせんよね。大丈夫よね。ポカポカの実と獣肉と、あとなんかがいるって言ったよね。その何かがわからんって言うけど。なんなんだ一体。ねえ、おじいさん、なんかない？おじいさん、おじいさん。ほからの探索はかどってないよ。
この木を切り倒して薪にでも、何？持っとるよ、斧。その斧好きに使ってもいいから木を切るのを手伝ってくれんかの？わしはちょっと疲れたのでな。少し休むとしよう。手伝ったらなんかいいことある？あ、なんかどっか行きよる。どっか行きよる。あ、ハンマーじゃなくって斧ね。はいはい。はっ。ねえ、なんか、倒したら何かしらあるんじゃないの？ないの？コログのうちは。え、粉砕しても何もないのかい？これをさらに切、お、さらに切り刻んだら、薪の束、どこにでも持ち運びできる薪、火種があれば火をつけることができる。薪ゲットしたよ。ねえ、おじいさん、薪ゲットした薪。ねえ、ちょっと。おじいさん、早いね、歩くの。ねえ、ゲットしたよ、薪。何してるの？焚き火にでも当たろうかの？ほっほっほ。はあ、そうっすか。こっちのなんか白樺の木っぽい方はどう？なんか違ったりする？一緒だな。一緒だな。ねえ、レシピ思いつかないんだけど。少し疲れたのでな、焚き火に当たって休憩中じゃ。してお主、腹は減っておらんか？わしの料理鍋、好きに使うてもいいぞ。コツを教えて。ポーチを開いて食材を手に持ったら、あとは鍋に放り込むだけじゃ。まあ食材同士の相性を考えて、出来上がりを想像することじゃ。うまくやれば頑張りを補える料理を作ることもできるからの。料理はセンス。センスじゃよ。ほっほっほ。センス。これで料理ができるようになったってことかな。暇を潰すんじゃないんだ。料理はどこでするの？料理鍋ってどれ？あれじゃないの？どれだよ。泣くね。これ料理鍋じゃないんすか？料理がしたいならわしの料理鍋好きに使うてもいいぞ。使いたいんだけど。少し疲れたか？わしのベッドでよければ使うても良いぞ。叫びとは違うて、疲れたからでも休まるはずじゃ。あ、これでベッドも使えるんだ。でさ、料理鍋ってどこ？あ、これの前でもしかしてポーチを開いたりとかすればいいってことかな。はい、ポーチを開いて。でもせっかく手に入れた獣肉をここで無駄に使うというのはちょっとあれなんよね。どこ行った？獣肉。あ、これか。焼き獣肉。獣肉と、ポカポカの、ポカポカ草の実と、あと、どれなんだ。移動力の向上。うおー、全くわからぬ。虫と一緒に煮込むと薬に。虫と一緒に、虫がどこにもないんよね。ケースの目玉、他の使い道があるかもしれない。わからねえ。なんかあれやね、なんでも虫と煮込めば何かしらになるんやね。うん、わからねえ。やっぱりちょっと生の方がいいんかなって感じするし、ね。生の獣肉。なんかハートが若干減っとるね。休憩した方がいいかな。これ55だっけ？ん？これ何？なんか落ちとる。どんぐり。森に落ちている木の実。リスの大好物でこっそり溜め込んでいる。料理に使うとハートの回復量が少し増える。まだまだ見たことないものがたくさん落ちて、もしかしてさ、この辺の蝶々も撃ち落とせるとかそういう。いや、鳥より難しいぞ、これ。普通に粉砕しただけ。普通に粉砕しただけ。そういうこともあるのか。なるほど。蝶々はダメ。蝶々はダメっぽい。鳥はいける。わからないね。じゃ、とりあえず、
ベッドで休ませてもらおうかな。使うよ、おじいさん、ベッド。使えるようになったやろ。お、なっとるなっとる。寝る。寝るじゃない。寝る。じゃあ次の朝まで寝ます。おやすみ。おじいさんどこで寝るんやろ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。